人気作家が選ぶこれだけは読んでほしい一冊のコーナー、イエーイ。ごきげんよう、ベルです。ごきげんよう、武田彩乃です。ありがとうございます、やっていただいて。パーカーも着ていただいて、はい、着させていただきました。今回青で、あの、はい、私はベージュで、いや、なんかすごい着心地がいいというか、受け取った時にさらすねみたいな感じで、やっぱみんな言ってくれる、嬉しい。あの、見てると伝わらないかもしれないですけど、思った以上にさらすべなんですよね。さらすべでございます。青い春を数えてをきっかけに初めてお話しさせていただきました。なんと今回新刊が発売されたんですよね。はい、ズバリタイトルの方お願いします。世界が青くなったらです。世界が青くなったら春、そしてタイトルが青の時に合う関係ということで、新刊についてはまた後ほど、あの、詳しくお話を伺いたいのですが、今回このコーナーですね、作家の皆さんに自著以外で条件が自著以外で、いや、これだけはもうみんなにもう死ぬまでに読んでほしいっていう作品を推していただいております。ですので私も一ファンとして、はい、武田さんが一体どんな作品に心を動かされたんだろうっていうのが気になっておりますので、早速ですが、はい、お伺いしてもよろしいでしょうか。あ、もうじゃあ早速、はい、私もこのいろんなところでも言ってるんですけど、はい、辻村瑞稀さんの氷のクジラ、もうデレレレデレこちら氷のクジラ、ふざけてるわけじゃないんですよ。いや、ちょっとふざけましたけど。いや、作品に関連してるんですよ ね、 ねこれがね、ドラえもん愛が、ね、詰まったお話でございますので、はい、一応未読の方向けに、あの、どんなお話なのか先に伺ってもいいですか。このなんか主人公のりほこちゃんっていう女の子がいて、ちょっとひねくれてるというか、いろんなことに人間関係とかもいろいろうまくはいってるんだけど、ちょっと冷めてるみたいな感じの女の子がいて、この子のお父さんがカメラマンさんで、もう藤子 F 不二雄がすごい好きなんですけど、そのお父さんがまあいなくなっちゃうなっちゃって、りほこちゃんちょっと冷めちゃってるんですけど、そんな時にちょっと放課後、あの、男の子、あきらくんっていう男の子がいるんですけど、その子がそのりほこちゃんの写真を撮らせてほしいってお願いされるところから、その人間関係がどんどん変わっていくっていう作品となっております。はい、藤子先生が SF を少し不思議なって表現をされていて、そこからその SF をテーマに少し何々みたいなのをこうりほこちゃんが当てはめていくみたいなキャラ付けなんですけど、人を見てはこの人は少し不満とか、この人は少し不自由って言ってつけていくんですよね。そこが、いや、なんか、いや、この言い方すごい、言い方すごい選ぶんですけど、はい、辻浦さんちょっと意地悪なんですよ、人の見方が。だって少し、ちょっと若干悪口入ってるじゃないですか。少し何々の付け方とかも、そう、褒めてるだけじゃないんですけど、でもそこがなんかいいというか、うんうん、でも なんていうか、人を的確に見ている人間の描き方がすごく上手で、うんうんうん、しかもそんな自分をちょっと俯瞰的に見てて、主人公のりほこもそなんか自分がピュアじゃないことも分かってて、でもなんかどうやって世界と自分を合わせていけばいいんだみたいなのをもがいてる感じ、うんうん、そういう高校生多いよなみたいな、うんうん、っていうので私の心に刺さりまくって今に至る。武田さんはこれ読んだのはいつなんですか。これ高校生の時に、もうだからまさに高校生の時にそうなんですよ。高校生のお話を読んで、これは共感だったんですか。そう、もう 共感したし、私、うん、なんか、いや、この変な話ですけど、高校生の時に読んでも号泣して、もう大泣きして、でしばらくもう泣きすぎて読めなくなったんですよ。なんか美化じゃないけど好きすぎて、大人になった時に読み返すのが怖くなったんですよね。あれ、あの時の読書体験ってもしかして自分が高校生の時だったから感じただけで、大人になって薄れてたら嫌だなと思ってたんですけど、で大学生の時に読み返してまんまと泣いて、これで社会人になって読み返してまた泣いて、あ、いくつになってもこれは刺さる本なんだみたいな、なんかもうだからもう本当に名作、もう今すぐ本屋に行って買ってほしい。もう不動の1位っておっしゃってましたもんね。なんか辻村さんの本の中で、いや、いろんな本大好きなんですけど、うんうんうん、もう私が一番刺さった
だから世代としてもその高校生の時にこの本に出会えてよかったみたいな、うんうんうん、もともと辻村瑞希さんファンあそうですなんですよねシンプルにファンで、ファンで、でたくさん出ている中でもこの氷のクジラが特に良かったというのはこうどういうところがなんかそれこ そ, その先ほどタララッタラっておっしゃってくれたんですけど、うん、ドラえもんの秘密道具が登場するんですよ、うんうんうん、で今の多分辻村瑞希ファンの方は、はい、ドラえもんが好きってももちろんご存知というか結構もうドラえもんの脚本もそうやられたりとかしてるんですけど、うん、当時だから辻村さんが好きなものとか何にも分かんない状態で、うん、辻村さんがまだ出たデビューしたてというかそのすごいなんか若者にファンがすごい支持がいるみたいな感じの時だったので、うん、この人こんなにドラえもん好きなんだみたいなところからまず始まってなんか私がすごい感動したのがその秘密道具とかが作品内ですごいリンクしていくんですけど、うんうんうん、その自分が好きなものを作品として消化するっていうその姿勢なんか斬新だったんですよ。漫画をこんな風にしかもこれ こんな言い方してあれなんですけど講談社なんですよ。ドラえもんってこうあれみたいなってなってすごいなんかそれもびっくりして講談社も懐がというかなんかいろいろそうなんですよね。なんかすごいそこが私の中でびっくりポイントで、うんうん、最初に読んだ時はあの学生だったのできっとあの作家になる前のお話だと思うんですけれども、うんうん、この辻村作品といいますか、うんうんまあ、氷のクジラも含めて、うんうん、今の執筆活動に影響を与えられているなっていう部分ってありますか？やっぱもう人生観にまず影響がなんか作家もそうですけどやっぱり自分の人格に一つ大きな影響があって、うん、なんか特に辻村さんの本ってなんか好きなものを支えにみたいな要素が多くてそれこそ本とかでも本以外にも漫画とかなんか結構作中にいろいろ出てくるんですけどそういうなんか自分が好きなものをアニメとか来週あのアニメを見たいからちょっと頑張ってみようみたいなセリフとか出てくるんですけどそういうのを読んだ時にあ生きるってそういうことなんだなみたいなちょっとした楽しみを連続的に自分で準備したり探して見つけてそれを支えに生きていくっていうのがすごい健全なんだなと思ってなんかそういう考え方っていうのは辻村さんの作品からだいぶ影響を受けましたね、じゃあもうもはや人格を作っているっていうところですねもう作家とかそういうのも超えて氷のクジラについてすごいもう熱意がなんかカメラ爆発するんじゃないかと思ってるんですけどさっきも言っていただいた通り、うん、この藤子 F 不二雄先生 の,、うん、あの SF の解釈の仕方があのサイエンスフィクションではなくて少し不思議なあの物語だと思ってますっていうのが本の中でも大事なアクセントになってくるんですよね。で私ですね新刊の世界が青くなったら読んだ時にこうまさに少し不思議な SF だなっていうふうに思ったんですよ。青春恋愛ファンタジーって、うんまあ、ここにも書いてあるんですけどあの珍しいなって思いまして本当にそうなんですよ。私恋愛小説避けて生きてきたんですけどですよねそう結構いやデビューが日本ラブストーリー大賞っていうラブストーリーの賞だったんですけども全然なんか青春小説みたいな恋愛小説そんなによなんか書いたり読んだりしないのに送って私絶対賞間違えたなと思いながら結構デビューしてから思ってたんですけどもうそろそろちょっとその宿題をちょっとやりに来ましたって感じで。そうです。またその、あの今まで読んでいた、まあ、恋愛っぽいあの関係というか、そうですね、それほのかなものはあったんですが、もうこの作品ですね、もう開いて1ページ目に恋愛の意味でのね、好きっていう言葉が出てくるんですよ。その時、武田さんって私は思って結構ね、自分の中でもいやなんか、ね、思い切って書いた作品ですね。ここでもう恋愛もファンタジーも SF もっていうところでなんか心境の変化があったんです。少しでもなんか編集者に言われたんですあでもなんかいやこれもともと恋愛小説は書きたいと思う、うん、これ本になるまで結構かかってるんですよ。これもなんか最初にその文芸春秋さんから出てるんですけど、はい、文春さんで本書きましょうってなってじゃあどういう話を書くってなっていやなんか全然あの作中のメンバーは変わってないんですけどその主人公とか学生寮の
話でっていう話だったんですけど、ちょっとそのこのパラレルワールドみたいな要素が出てくる作品なんですけど、読者の人が読んでて難解すぎるなっていう話になって、じゃあどうやったら読みやすく私のその書きたい関係性が書けるかなっていうのを練りに練って、うん、この恋愛ファンタジーちょっとお見せ物みたいな要素になったという感じですね。もう大学生の、ね、女の子が主人公で、朝起きたら彼氏がいなくなっていたと。でそれはただ失踪したっていう意味ではなくって、存在ごと消えている。こう LINE の履歴にもないし、こう誰かに言ってもえそんな人いたっけ、うん、なんだこれはっていうところから始まる物語ですね。そうですね、お話ですね、うん、なんか、うん、ちょっと綺麗な話が書きたいという気持ちから結構練った話で、なんで私の中ではだいぶ白いというか綺麗めな作品だと思いますね。そう、大人になっていろんなジャンルがやっぱ書けるようになったの で、でそれこそ他に漫画とかの仕事もやらせていただくようになって、じゃあ小説でできることとかいろんなことこうできることが増えたので、だったらジャンルもちょっと増やしていこうかなみたいな気持ちがあって、でもやっぱり根底にあるこの、まあ、武田さんの目覚めるの方のこの冷めた視点っていうんですか、っていうところは健在で、キュンキュンってしてる間に、まあ、違う世界飛ばされてたんですけど面白かったです。私あの時かけとか、あの君の名はとかをこうの時のあの感情というか、そう気持ちがこう読んでいて、ありがとう。時かけ目指して書いたんで、現代の時かけですので、それでは皆さん、氷のクジラと世界が青くなったらで、この春は少し不思議な体験をしちゃってください。最後に武田さん、視聴者の皆さんへメッセージがありましたらお願いします。辻村さんの本と私の本合わせて読んでいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、動画概要欄に詳細リンクを貼っておきますので、ぜひそこから見てみてください。もし朝起きた時大切な人が消えていたら、もしあの時別の決断をしていたら、もしもう二度と会えないと思っていた人と会うことができたら、人生で誰もが出会う if を問いかける物語。ある朝、中内かなが目を覚ますと、彼氏の板橋亮が世界から消えていた。 LINE に履歴はないし、電話帳の中の番号もなくなっている。不安になって亮のマンションに行ってみるが、亮の部屋はずっと空室だという。親友に亮の話をしても、そんな人には会ったことがないと言われてしまう。自分の頭がおかしくなってしまったのか、それとも世界の方が壊れてしまったのか。カナは混乱しながらも亮の手がかりを探し始める。響けユーフォニアムシリーズは累計170万部を突破。愛されなくても別にで吉川英治文学新人賞を受賞。人気実力を兼ね備えた気鋭が放つハラハラドキドキのファンタジー青春恋愛小説。武田さん、今日はありがとうございました。楽しかったです。はい、皆さん最後までご視聴ありがとうございます。この動画が面白いな、参考になったなと思ってくださった方は、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではごきげんよう。